ナンバーアンダーバーアイ、平野翔、神宮寺勇太岸勇太による新曲インツム稲妻のミュージックビデオミュージックビデオが配信3日目の21日午前5時前に1500万回再生を突破した同ミュージックビデオは19日午前0時グループの公式 YouTube チャンネルで公開今年の元日午前0時に公開したデビュー曲ゴート 現在6703万回、5月27日公開の、ボン、現在3954万回、と同様にハイペースで数値を伸ばしている。動画、ハイペースで再生ナンバーアンダーバーアイ、インツム、のメガボルト。インツム、は、ナンバーアンダーバーアイにとって初のフルアルバム、ナンバー1、ナンバー1、9月23日リリース、のリードトラック。ゴート、ボン、 と同全編ラップ曲で、メガボルトは今月19日午前0時に公開された。雨の中、中華圏と思われる地域で3人が落ち合うシーンから始まり、ゲームの中の世界とリアルな世界を。危機をする構成、料理店での厨房、マージャン宅での場面、カンフを披露するシーンなどもあり、オリエンタルで SF 的な世界観を示している。同曲のプロデュースは神宮寺が担当し、 メガボルトはすべて海外で撮影。ナンバーアンダーバーアイのメガボルトでは最多となる12カ国語の字幕に対応しており、ファンが集うコメント欄には中国語、韓国語、英語などでのメッセージも相次いでいる。元キングプリンスの3人は、2023年5月22日をもって同グループを脱退。平野、神宮寺は同日限りでジャニーズ事務所、現スマイルアップ。 お対処した。同7月7日には、二人が同事務所元副社長の滝沢秀明氏が設立した東部への合流を発表。岸は同10月15日に東部合流となり、平野、神宮寺とのナンバーアンダーバー相決結成に至った。その行きつも踏まえてか、インツムの歌詞には、3のキーワードが多く含まれている。センスと才能だけじゃ3年持たず転落。 3人で肩組んだ努力の成果、3本の衝撃、導く3本の光、これが3発目のショットなど、世界進出を目指すナンバーアンダーバー愛のマインドを感じさせる、もっと上かける4ぶち込む世界3発の弾丸の言葉も綴られている。